少豪杰壮志未酬，天地之间聚散一壶酒，大江东去浪淘尽多少悲愁，出汗已不是谁都能感受。天下王女が聞きの時に王様がいくら催促してもあれこれ理由をつけてこなかった。お前は謀反を起こす気なのか。ロアン、そんな言い方はよせ。ロアン、まずは王様に拝謁だ。よくもそんなことが言えるな。大軍がいれば王様を脅せるとでも思っているのか。王様がお前を大将軍にした。王様がいなければお前は役立たずだ。ロアン、ロアン、大将軍も悩んだんだ。あの時軍営を出ていたら挟み撃ちにあっていた。やめろ、奴の肩を持つな。お前たち二人もだ。お前たちも北条が危機の時王様を助けに来なかった。拝見以来の仲間だろう。王様より大将軍が大事なのか。お前たち二人はバケ野郎だ。ロアン、何を言うんだ。誰に言ってる。お前にだ。なんだと。本当の話だ。話せ。もう一度言ってみろ。どうだろう。よしよし、ダメか。上将。河口へ。はい。王様に知らせろ。関心大将軍が今行くと。はい。関心大将軍、ご一緒に。命令だ。関心一人で中に入れ。Thank you.
王様どうかお許しください。許す？何をだ。事態が切迫し、王様が何度も呼ばれたのにそれに応じませんでした。そのことを王様にお詫びします。どうやら分かっているようだな。恋に応じなかったというわけか。はい。なぜなのだ。ゆえ、これまで私は王様に対して忠誠を尽くしてきました。北条では救出に駆けつけることができず申し訳ありません。しかし私が思うに、どんな時でもまず王様の兵を守るべきです。兵は大事な財産です。王様は北条を脱出できる可能性がありました。こちらが出陣したならば全滅するほど危険な状態でした。もう北条のことはよい。では俺の文は受け取ったか。はい。なぜすぐに来なかった。長領様、どうなるんでしょう。この三月の間私は何をしていたか。スイスイに栄車を構えて兵をかき集め再起を図りました。半蔵はいつも私のことを注視しています。王様の苛立ちは分かっていました。私も気をもみましたが、もしも迂闊に動けば王様に危険が及ぶ。将たる私としてはそれだけは避けたかったのです。王様、その頃は新しい兵が多く訓練が足りなかった。兵を分ければ防御が弱まり、そこを半蔵につけ込まれ襲われる恐れがありました。今我々は兵を十分訓練し、糧末も蓄えました。それで私の気持ちを王様にお話ししようと参上した次第です。それだけか。そうです。関心将軍、急いで出立せずともよい。疲れただろう。軽用でゆっくりして行け。相談したいことも多いしな。それから皆がとやかく言っても耳を貸すな。気にするではないぞ。これから外を戦うとき、俺はそばにいられない。これを持って行け。兵権はお前に委ねる。頼んだぞ。
自ら皇帝と称す。バカバカしい。劉邦め進歩がないやつだ。自ら皇帝と称せば形勢が逆転し我々に抵抗できるのか。こう軽く見てはいかん。劉邦は慶応で兵力を増強し豪壮に食料を蓄え皇帝と称することで人々に示すつもりだ。ああ、皇后と私有を決する覚悟であることをな。覚悟が何です。天下は戦で勝ち取るものだ。口先では得られません。慶応がどんなに堅固でもただの町でしょう。慶応に立てこもり守るのは死を待つようなものならば、私から兵を率いていきましょう。劉邦の目を覚ましてやる。いや、その王様。ん、半蔵様、大変です。勝利罰将軍が清国の抵抗を受け危険な状態に。まずいことに兵を分散させられ兵力を集中できません。私が姓を出た時は平定目前だった。姓の奴らは悪賢い。我々と正面から戦うのを避けて兵たちを町や村に分散させて民の身なりをさせました。我が軍には見分ける術がなく、そのため敵を壊滅することができませんでした。勝利罰将軍が北へ進むと敵は変装を解き将軍を包囲したのです。劉書と寄付を呼べ。姓へ行く。姓を平定した後劉邦を退治する。姓など何の益もない。勝利罰を呼び戻し共に劉邦を攻めるべきだ。いえ、自力で戻らせるなんて危険なことはさせられません。電子めネズミのくせにこのような卑劣な手で私を侮辱するとは許せません。指揮、すぐに準備しろ。精鋭立つ。はい。今後外官のどちらにもつかない中立の者はいなくなるだろう。共に祖に対抗し天下を分かち合う盟友以外は全て我々の敵だ。誰であろうと一人一人消してゆかねばならない。大将軍。王様、一人消せば他の者は必死に抵抗しようとするのではありませんか。それはつまり皆で一緒に俺に抵抗してくるということか。その可能性も否定できません。秦はそれで窮地に立たされ滅亡しました。ありえぬ。北条の戦が証明している。いわゆる諸侯同盟など当てになるものか。ですが王様、我々が諸侯を一人ずつ消していけば項羽が黙ってはいないでしょう。奴に意図を見抜かれたら我々は動けなくなります。なるほど。ではどうしろと。慶応を守ります。慶応を守る。なぜだ。慶応は堅固で領末も十分。ここでなら項羽に対抗できます。ただし問題はどうやって項羽の攻撃を誘うかです。その方法はただ一つ。俺を餌に項羽をおびき寄せるのだな。そうすればその間に私が諸侯を撃ちます。なぜ自分で言わない。確かに俺が慶応を死守したなら項羽はそれを放っておけない。王様、その策は危険すぎます。釣り針ごと
餌を失う恐れも。いや、分かっていないな。幸運にとって復讐は命より大事なことだ。俺が慶応にいると聞けば突撃してくるに違いない。そうすれば大将軍はゆっくりと諸侯を片付けられる。ただ万一慶応に危険が迫った時、すぐに助けに来てくれるか。この命をかけてお守りします。それならよい。王様、気がかりがもう一つ。看病を口実に義に戻った義法が臨身において陣を敷き、公然と我々に歯向かいました。北条が陥落した際も義の兵は一人も祖軍と戦っていません。義法のやつめ、厄介なやつだ。力を結集し降雨と戦うなら、まずは義法を抑えるべきだと考えます。私を義へ行かせてください。再度参加に入るよう義法を説得いたします。説得だと？できるのか？やってみます。成功すれば我が軍の犠牲を減らすことができます。あんな小人物には何の期待もしないが、やってみるのは構わん。歴々使節団を率い義法の説得に行け。失敗したらすぐ逃げるのだ。はい。大将軍、歴々たちの後について行け。不穏な動きがあれば直ちに攻撃し義法を殺せ。はい。なんだと。今外にいます。私は失礼します。半蔵様。うん。アフ、夜中にどうしました。そなたに大事な話があってな。何があったのです。アフが来れば北条は空っぽに。ああ、大丈夫だ。誰にも気づかれぬよう変装してきた。これを見てくれ。技法は塀の上に生えた草だ。常に風で揺れ動く。ああ、今度は皇后と共に劉邦を撃つ決心をした。技法？あんなネズミ、私は重要視していません。同盟を結んだのは劉邦の奴が東へ進むのを妨げるためです。そなたの言う通りだ。まさかエーフが来ないとは。ずっと病だと。身勝手なやつめ。この前聖を攻めた時には老弱な兵2000人を送ってよこしたのみ。北条を包囲した時も歩兵1000人だけ。今回は一人もよこさぬとは謀反を表明したも同じです。誰か。ああ、こうやめておけ。アフ、なぜいつも私を止めるのですか。よく考えてみよう。そなたは戦しか頭にないが、人にはそれぞれ欲がある。中には劉邦のように欲が尽きぬ者もいる。米一国を与えたら次は蔵を欲しがる。次々に要求が高まり永遠に満足しないのだ。だが英夫のようなものはなだめすかす必要がある。英夫の要求は多くない。そなたにとっては取るに足りないものだ。別に気にするでない。つまり英夫の挑発に乗らず我慢しろということですか。英夫は素振りを見せてはいるが実際に行動はしていない。皇后は忘れたのか。咸陽で領地を分けた時、英夫は初めとどう変わったか。僻地の旧皇軍と女をもらい懸命に皇后に尽くしただろう。少しで構わんのだ。
少しとか多いとかではなく、その私の名誉の問題なのです。怒りに任せて英夫を叩けば生の討伐に支障をきたす。英夫もおとなしくやられはしない。違うか。ここぞという時のために力は温存しておくのだ。英夫に対しては強い態度に出ず、使者を送って説得せよ。本音を聞いてやって、要求を理解した上で駆け引きするのだ。功の威厳を恐れつつ、褒美を求めるよう仕向ける。劉邦に取り込まれなければそれだけで利益だ。怒るなと。こう、そなたの威厳で英夫に畏敬の念を抱かせ、恩恵を施して奴の欲を満たすのだ。こうの戦の強さで震え上がらせ、使者を送って身勝手な行動に警告を与えろ。もちろん奴が感謝するなどと期待してはならん。離山の囚人だった英夫は人情がわからない。奴はウジ虫と同じように知恵など持っておらんのだ。貪欲さと残忍さを除いたら臆病さと身勝手さしかないのだ。虫を相手に黙って我慢しろと。何も持っていない頃は奴は命を投げ出し、ああ、凄まじい勢いで激しく戦ったが、今ではわずかな領地を得て命を惜しむことを知った。英夫は足の取れた虫に過ぎな。あんなものを案ずることはない。皇王の敵にはなりえんのだ。だがな、一旦劉邦の側につけば、劉邦の意のままに奴は動かされてしまうだろう。もしそうなったら英夫は凶暴な虫となり、足も生えるに違いない。足が凶暴な虫？足が生える？うん、そうだ。アフ、今の話は笑えました。以前は説教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 で頭がおかしくなりそうだったのに。私はただ下品な言い方をしてみただけだ。そなたに理解させるためにな。理解していますよ。以前の説教も理解しています。聞きたくないだけで。なんだと？アフ、直ちに使者を送り英夫に伝えます。私は英夫を重んじている。もっと領地を与えたいと。さあ、アフ、早く休んでください。明日朝一番で北条へ。では。ああ、分かった分かった。ごゆっくり。まもなく大寮に到着だ。何をしている！やめろ！なんという大胆なやつだ。王様、占いをしてるだけです。占いなら私が見てやる。人相を見るのはいいが、そんな念入りに触るな。おい、夫人の人相は素晴らしい。長年占っておりますが、これほど高貴な相は見たことがありません。あなたのお子様は将来天使になられます。あなたは選ばれた方です。天使？デタラメを言うな。天使がどこにいる？お答えします。デタラメではありません。
お信じにならなくとも、その時になればわかります。夫人、王様、私は失礼いたします。王様、あの占い師、殺しますか？いや、手を出すな。はい。それから、一番線やれ。はい。これは吉なのか凶なのか。王様、占い師の話を信じるのですか？ああ、そうだ。縁起がいいに違いない。あの占い師は、私が天使の父だと。ならばあれだ。私は天だ。私は天なのだ。天だぞ。報告です。なんだ。艦の使者レキーケが町外れに到着を。そいつを殺せ。はい。待って。待て。お会いになっては。私は幸運に従ったのだ。艦の使者に会ったと知れたら、幸運に殺されてしまうぞ。先のことは分かりません。会います。会うぞ。はい。白鬼、私は何を話せばいい？ご自分のお好きなように。おい、好きなように話せ。好きなようにか。好きなように。はい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 。さあ、もういいぞ、みんな座ろう。さあ、そうしましょう。では、はいはいはい。くふれ。王様、お見事でした。お、今日集まったのは拝見からの仲間ばかりか。珍しい機会だ。さあ、飲もう。はい、はい。宗師、気が晴れないようだな。一体何に腹を立てているのだ？ロア、ハンカイ、ここでお前たちに言っておく。宗神と宗仏はこの俺が関心大将軍のもとへやった。なぜなら二人は忠節を尽くし、善悪を理解し、命を惜しまず俺からの命令を忠実に実行するからだ。だから二人は悪くない。機嫌を直せ。しかし、ハンカイとロアンのために言っておかねばならないことがある。ハンカイとロアンも悪くない。よいか。俺がいくら呼んでも関心は来なかった。俺が恨み事を言わなかったと思うか？俺の気持ちが伝わり、二人も不満に思うようになった。だから二人は悪くない。悪いのは俺だ。すべて俺のせいだ。だから俺が抜杯を飲もう。王様、王様、王様。みなよいか。俺たちは多くの苦難にあったな。今生きているのはすごいことだ。もっとすごいのは、今や皆で天下を狙っていることだ。生死を自分の意のままに操ることはできないが、
恨みや憎しみを抱いてはならない。皆昔からの仲間、俺の心の拠り所だ。皆の団結が何より嬉しい。皆のおかげでぐっすり眠ることができる。だからもう二度と恨みを抱くな。あ、よし、みんなで飲もう。さあ取れ。はい、はい、飲みましょう。乾杯。ところで秀仏、はい、これからは俺のそばにいろ。半海、はい、宗心と大将軍の補佐を。ご安心を。関心に二心あれば俺が殺す。バカ、お前は補佐だ。誰が監視しろと言った。え、わかりました、わかりました。さあ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 、見ろ、我ら拝見の仲間のために。さあ乾杯だ。乾杯、乾杯、乾杯、乾杯。さあさあ飲みましょう。関王は霊を無視し呪者を疎んじている。おそらく皆さんもご不満でしょう。しかし今は戦乱の時、霊は国が安定してから重視すべきで、今のところは簡潔な方が良いのでは。呪者のくせによくもそんなことを。実に不愉快だ。私は考えを述べただけ、同意は求めません。長領様、長領様、今の話は言葉は巧みだが呪者らしくないのでは。私は学説というものが普遍だとは思いません。いわゆる儒家の原則を堅持する者はただの愚かな頑固者です。あなたが随花殿か。さようです。なかなか弁が立つな。王様のおなり。腹が立つ。ああ腹が立つ。白鬼、劉邦の使者は私にこう言ったのだ。過去は水に流す。一体何を水に流すというのだ。私も聞きました。石膏の話では関心の部隊が臨心に到着したらしい。王様はどちらが優勢だと。もちろん向かうところ敵なしの皇王だ。では早く決断を。白鬼、それはどういう意味だ。今日のお前はどうもおかしい。いつもだったら私に反対ばかりするのに。白鬼、私は女です。何でも私に聞かないで。何をする。話せ、話せと言ってるだろう。義王様、義王様、たとえ戦の最中であっても死者を殺してはなりません。ご存知でしょう。話してください。恐怖でちびったか。死を恐れぬと言ったのにな。命乞いしてみろ。話してください。話してやれ。ざれ事はやめろ。さもないと生きて帰れぬぞ。戻って伝えろ、関王には命は預けぬ。打ちたければいつでも来いとな。ほら、その杯を返せ。お前たち遊説家はただ泣いて笑って凄むだけだがな、そういうのは私の方がもっと得意だ。私の前で恥をさらすな。この年まで生きてきて初めて見たわ。自分の墓の上に立ち得意になるやつをな。せいぜい今のうちに飲み食いするがいい。
こんな杯など返してやる。ふん、ジージーめが悪態をつきおって。随花殿、そなたを関王に推挙したのは皆の期待に応えてもらうため、必ず英夫を説得しここに連れてくるのです。王様はどこまで条件を認めると？英夫が望むことならどんなことでも聞いてください。王様は私が何とかします。それを聞いて安心しました。必ず使命を全うします。よし、成功を祈っている。頼みます。失礼よ。王様の予想通りでした。魏宝は保藩に布陣し、我々の渡河を阻んでいます。やはり思った通りか。魏の大将軍は誰なんだ？白直です。この者は勇気も知恵も度胸もありません。秦軍を見るなり逃げ出したそうで、シリ将軍などと呼ばれています。シリ将軍か。関心の相手ではないな。どう片付けるか見てみよう。王様は我々の苦境を知らぬ。魏宝の切り札は白色ではなく、目の前のこの大きな川だ。我々には壊れた船が7艘あるだけ。船頭も漁師も皆魏宝が捕らえて対岸に連れ去りました。渡河できず足止めか。困ったことになりましたな。シリ将軍め、お前の陣を見て私が恐れると思うな。待っていろ、お前の尻を蹴り肉を切ってやる。大将軍、次はどうしますか？さっき船はどれだけあると言った？7艘です。十分だ。それだけあれば修理させろ。敵前とかするぞ。それから木と亀を大量に集めろ。大将軍、一体何？いいから大量にだ。早くしろ。はい。大将軍。とか見せかけだ。木と亀でいかだを作る。そなたは夜明けに部隊を率いて川を渡り、保藩を制圧し、魏宝を捕らえろ。はい。シリ将軍よ、待っていろ。シリを蹴り、肉を切ってやる。関心は自らは保藩に渡ると旗の下で静かに座っていた。関軍の兵はいかだを作り、密かに川を渡っておごり高ぶった魏宝を打ち破り、魏の地を手に入れた。どうしたのですか？こたびは荷造りしなくていいのか？間に合いません。関王がもうここへ。ではなぜ自害せん？こういう時は王が先に自害するものよ。そのお前が先に行け。また私に押し付けるの？わかった、先に死ぬ。アクキー、お前と離れたくない。何よ今さら。私が男ならたとえ戦に負けても恥とは思いません。
ましてやあなたは捕虜にもならず王らしく死ねるというのに何が不満なの。来るな、動くな、来るな、剣を捨てろ。この ここで待て。ひざまずけ、関王に合わせろ。よくそんなことが言えるな。触るな。この最低の裏切り者め、共に項羽を討つと誓ったくせに、項羽に寝返り義を占拠するとは、王様に逆らった罪は死に値する。関王は王様のおなり。関王、関王、お許しを。義法、なぜ女を捕らえてきたのだ。話してやれ。解け。はい、はい、触るな。義法、お前は生きたいか死にたいか。为爱而生，为。